ただいまから知事記者会見を始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。はじめに知事よりご説明をございます。よろしくお願いいたします。はい、私からは3点です。1点目です。マシン、風疹についてです。はしかですね、はしかと風疹についてです。この間ですね、マシンについては海外からの輸入症例を契機とした国内における感染事例が認められています。複数報告されています。今後の流行が懸念をされますので、それについての注意喚起です。まず風疹、そしてまた合わせて風疹ですね、風疹もですね、この数年で流行を繰り返すという傾向になります。マシンもそうですけど、風疹もこのコロナ期間はほとんど入ることはなかったんですけれども、平成30年、令和3年の、そこから5年を経っていますので、注意が必要ですね。合わせて注意喚起をさせていただきます。そしてこのマシン、風疹というのは、この MR ワクチン、混合ワクチン、マシンと風疹の混合ワクチンを接種することで予防が可能ですので、そのお知らせです。でまずマシンですけれども、これは感染経路空気感染です。非常に感染力が高いものになります。症状は発熱とか発疹、咳、鼻水等で、この免疫がない人が感染するとほぼ 100% 発症します。そしてですね、ただ現状を見ますと、2歳以上の全年代で抗体保有率は 95% 以上と、多くの方が抗体を保有されている状態です。ただですね、この乳幼児、特に生まれたての乳児なんかではですね、脳炎とか肺炎の合併症による死亡リスクもあるので注意が必要です。でこのマシンについての発生報告数ですけれども、平成30年と令和元年に全国、大阪もそうですけれども、もう流行したことがありますが、このコロナの間はほとんど増えてなかったという状況です。ただこの間、全国的にも報道されておりますけれども、この直近ですね、令和5年においては複数例報告が感染の報告があります。大阪では4例、全国で14例になっています。合わせてマシンについてです。風疹ですね、風疹についてです。風疹は空気感染ではなく飛沫感染です。ただやはりこの感染力が強いということです。でとりわけ風疹についてはですね、妊娠20週頃までの妊婦さんが風疹に感染すると、生まれてくるお子さん、先天性風疹症候群のお子さんが生まれてくる可能性があります。この先天性風疹症候群というのは、風疹のウイルスが胎児に感染するということで、そのことによって出生時にですね、難聴であったり心疾患等の障害が発生することがあります。ですので、風疹については妊婦さん、特に注意が必要になります。この風疹の発生報告例、もですね、先ほど申し上げました、5年前にケースがありましたが、このコロナ禍はほとんどありませんでした。このマシンで合わせてですね、このワクチン接種についてのお知らせになります。この MR ワクチン、混合ワクチンを接種したことがない方、あるいは今まで風疹とかマシンに、罹患したことがない方は、感染するリスクが高いですから、ぜひワクチン接種をお願いしたいと思います。次お願いします。そして戻ってもらって、このワクチン、 MR ワクチンについて、 MR ワクチンが接種できる医療機関につきましては、大阪府医療機関情報システムの、ここに QR コードありますけど、ここからこの大阪府医療機関情報システムから検索できますので、そちらを検索していただけたらと思います。次お願いします。で風疹についてですけれども、風疹ではですね、平成30年に全国的な風疹の流行がありましたので、抗体保有率がとりあえず低い、年齢でいうと今年度44歳から61歳の男性の抗体保有率を 90% 以上するにするということが国での目標としても定められています。そしてそれのために無料の抗体検査、そして抗体がない方には予防、無料の予防接種を行う事業を令和元年度から開始をしております。風疹の無料事業の実施状況、大阪府内ですけれども、まずこの事業対象者44歳から61歳男性になりますけれども、抗体があるんですかないんですかということの抗体検査、これを無料で受診することができます。
で、この間、対象者は100万人、大阪府内にいるということになるんですが、この間、約 25% か27万人がこの抗体検査を受けていただきました。ちなみに私自身もこの抗体検査を受けました。そして、この未受診の方が約79万人、80万人、75% いらっしゃいます。そして抗体検査を受けた 25% の方、27万人の方を抗体の検査結果ですけれども、約 77% は抗体があるという結果です。ちなみに私も抗体があるという結果でした。でその中で 23% では抗体がないという結果です。でこの 23%、6万人の方はこのうち 84% の方が予防接種を受けていただいております。ワクチンを受けておられます。これは対象は6万2千人の方のうちですね、接種済みが5万3千人となります。ぜひですね、この無料抗体検査を市町村自治体でやっておりますので、抗体保有率が低いとされる44歳から61歳の男性は、ぜひこの抗体の検査を受けていただきたいと思います。また抗体の検査は確か妊婦さん、あるいはその妊婦になろうとされる方の配偶者も確か受けるというふうに思いますので、受診をしていただけたらなというふうに思います。ちょっとそこを確認します。そして風疹ですけれども、風疹はやはり周囲に与える影響が非常に大きいです。啓発動画を今、ちょっとこの6月1日から、6月30日まで大阪モノレールの車両内で発信をしています。もし、この動画でありますけど、もし私に赤ちゃんができて、家長から風疹に感染したらという女性がおられますけれども、赤ちゃんが発汗症であったり、心疾患、難聴を持って生まれてくる可能性があるんですと、いうこういった啓発動画をやっております。でこれは大阪大学のいわゆる研究されてますけど、ナッジを活用した啓発動画になります。これは大阪府と大阪大学との包括連携に基づいて実施しているものになります。で その他ですね、Yahoo とか LINE とかウェブ広告による啓発もこの6月の期間にやっていく予定です。そしてですね、やはり先ほど申し上げた抗体検査をぜひ受けていただいて、そして会社もあれですかね。そうですね、大阪府の方で認証希望される方、まだその変異者の方を対象に無料授業やっておりますので、無料で抗体検査を受けていただきます。ということなので、44歳から60歳の男性もそうですし、妊娠を希望される方、あるいはその配偶者の方もこの抗体検査を無料で受けます。で、この抗体検査の結果、抗体量が低い方は無料でワクチンを受けることもできますので、その接種をお願いします。MR ワクチンの接種になりますので、これはマシン、確かにも効果があるというものになります。次をお願いします。2点目、です。熱中症にご注意をということです。いよいよですね、この夏が近づいてきて、例年、やはりこの熱中症による多くの方が救急搬送をされるということになります。そういう時期が近づいてきました。だからこの熱中症というのは、適切な行動、予防措置を取ることで防ぐことができますので、ぜひ日頃から適切な予防行動をお願いします。この府内の搬送者数、確定期間ですけれども、6月から7月、8月はやはり増えていきます。6月が570人、そして7月1200人、8月1800人、これは平均ですけど、9月になると加算と落ちます。夏場に入った頃から、ちょうどこの6月ぐらいから増えてくるというのが熱中症です。で、ね、実は熱中症は、よく報道されるのは学校等の熱中症が報道されますけど、半分以上は高齢者の方です。そして自宅で起きています。これが特徴です。52% の方が高齢者、そして、起きている場所は実は住居で 33.8% です。で、予防のポイントですけども、高齢者、お子さん、熱中症にかかるリスクが高いという方です。周囲からの声かけをお願いしたいと思います。なぜかというと、なぜかかりやすい、なぜ熱中症になりやすいかというと、高齢者の方は体内の水分が不足しがちになると、そして暑さに対する感覚機能が低下しますので、自分の中であまり暑いと思ってなくても、実はその非常に熱中症の環境の中にあって、水分が不足しているような状態になっている、そこに気づかないということがあります。また、その暑さに対する体の調節機能、暑い環境の中でこの体温を下げるというような調整機能も
高齢の方は低下をしていますので、熱中症になりやすいということになります。自宅でも熱中症になるということなので、対策をお願いします。喉が渇くなくても、こまめにですね、水分の補給をお願いします。また、室内の温度を、こまめな室内の温度計測、そして、無理な外出を避けたり、衣類の洗濯とか暑さを避けるというのをお願いします。子どもも、体温調節能力が未発達なところありますので、熱中症になりやすいとされています。そして室内においては積極的にエアコンの活用をお願いをしたいと思います。熱中症は室内でも、住宅ですね、住居内も含めて室内でも多く発生します。で、室内のでの熱中症の死亡事例のうち9割近くがエアコンを使ってなかったという事例になります。で、積極的にエアコンの活用をお願いします。救急搬送が必要なケースですけれども、呼びかけに答えないとか、いわゆる意識障害がある方や水を自分ではもう飲めないという方、こういった方は救急車を呼んでもらえたらと思います。で、熱中症のための情報提供なんですけれども、熱中症警戒アラートというのがあります。これはですね、大阪府内のどこかで暑さ指数、熱中症のリスクですね、それが非常に高い、予測値が33以上の日については、前日の夕方5時か、あるいは当日の朝5時にこのアラートを発表します。で、このアラートの発表ですけれども、気象庁とか環境省のウェブサイトとかテレビとか各種の天気予報情報サイトで確認することができますが、メール配信サービスに登録しますと、無料でメールが配信されていきます。注意のメールが配信されていきますので、ぜひ気になる方はこちらの方を登録をしていただけたらと思います。また積極的にさまざまなウェブサイトとかテレビとかの情報の取得をお願いしたいと思います。で、警戒アラートが出ているときは、この屋内やエアコンが設置されていない屋内とか、あるいはその屋外での運動は原則として中止や延期をお願いします。そして、不要の外出は避けて、昼夜を取らずエアコン等を使用してもらえたらと思います。大体この33以上が超えるのは、一夏で10日ぐらいというふうに言われてますけれども、非常に熱中症リスクが高い日になります。で、これは温度ではなくてですね、暑さ指数っていうのは、もちろんその気温と、それから湿度と、あとはその太陽の日差しの強さ、そういったものを分析して暑さ指数というのが出されています。もちろんこの大阪府のホームページでもこの暑さ指数が分かるようにはなっています。この暑さ指数ですけども、31を超えると危険というふうに言われていますが、33以上にはより非常に注意しなければならないという状況ですので、熱中症に注意をしていただきたいと思います。そしてまた大阪府において赤ちゃんの疫マップでも、この熱中症のリスク、この暑さ指数の情報を取得することができます。48時間、20日先までの予測値を3時間間隔で取得することができます。この赤ちゃんの疫マップというのは、市町村とも協力して、大阪府内において授乳ができるところとか、お使いができるところとか、そういうのがデータ上分かるようなマップを作っています。これもデジタル化の一つなんですが、その中で赤ちゃんのマップを見ると同時に、そのマップの中でですね、この暑さ指数であったり、あとはPM2.5 の数値であったり、もう一つありますよね。昔は測られてたやつ。効果ガスモックなんかも確認ができるというような便利なマップをどんどん IT を使って作っていこうということに取り組みますが、その中で、33以上のこの熱中症の情報も提供してますので活用していただけたらと思いますし、また熱中症のリスクが高い方はこのメール登録をしていただければ、メールで、このリスクが高いような時には発信がされることになりますので、ぜひ注意をしていただけたらと思います。で、次お願いします。地震と大雨の備えについてです。平成30年6月18日、大阪北部地震が発生をいたしました。まもなく5年目を迎えます。5年前の、ちょうど今頃ですね、北部地震が発生をいたしました。この日にですね、改めて災害対策、もう一度確認をお願いしたいと思います。
防災対策を確認をお願いしたいと思います。そしてですね、今回特に地震による負傷原因の約3割から5割が家具等の家具類の転倒です。あるいはその落下になります。まず第一歩としてこの家具の対策をお願いしたいと思います。一つは家具の転倒の防止です。家具類が固定するようにですね、固定のするものがありますので、ぜひ固定をしていただけたらと思います。そして寝室には低い家具を、あるいはその家具の置き方ですね、向き、家具の向きとか向きをですね、家具が倒れてこないような向きを考えるとか、そして安全スペースを作っていただけたらと思います。また災害発生した時ガラス等が散乱する可能性がありますので、スリッパ等の準備もお願いします。大阪においても6月16日金曜日に、これは町内内部ですけれども、メールによる全町一斉の安否確認の訓練を行います。いつ地震が起こるか分かりません。この瞬間起きるかも分かりません。日頃の備えをお願いします。もう一つ大雨の備えです。これ梅雨の時期、そして台風の時期ですので、非常に強い雨が影響します。そして河川増水による浸水や土砂崩れ、災害のリスクが高まります。直近では台風2号による河川の氾濫の危険が生じて、区内の複数の場所で避難指示等も出されたところです。まず3つの備えとしまして、避難場所の確認、自分が住んでいるところのどこに近くに避難場所があるんだろうか、どういうリスクがあるんだろうか、ぜひそれを知っていただきたいと思います。それを知る手がかりになるのがハザードマップですので、ハザードマップを確認していただいて、市町村が指定する避難場所等の確認、避難計画等を事前に確認をお願いしたいと思います。そして、この備蓄食、非常持ち品の準備、最低3日程度は準備をいただきたいと思います。3日分程度ですね。そして、災害時、もし災害が起こったときは、安否確認をどうするかというのも、ぜひですね、家族、あるいは周囲の方と確認を取っておいていただきたいと思います。災害伝言ダイヤル171もありますし、あるいは SNS で、家族間での連絡手段をあらかじめ検討していただけたらと思います。大きな災害が起きたときは、電話ともつながらないという場合が、これ、コロナも多くありましたので、ぜひ連絡手段の事前の確認を、家族間、親族間、また身近な地域、人たちの間では確認をお願いしたいと思います。いつ、大雨の災害が起きるか分かりませんので、その間を完全にお願いします。私からは以上です。ありがとうございました。それでは不正公務に関する質問をお受けいたします。質問される方は挙手の上、社名とお名前をよろしくお願いします。それでは感謝の上井美さん。国井美です。県は以前から行っているワクチンや抗体検査の取り組みをですね、いただきましたけれども、大阪府のマシンは4件から増えずにいるということだったと思うんですが、状況によってはまた新しい取り組みをする可能性があるのか、またあるとすればどんな状況になれば新たな対応があり得るかお願いします。まず非常にマシンは感染力が強いです。ですので先日もですね、発症した女性がデパートで見られた時間があったものについて二次場所等も公表いたしました。その後そこから広がっているという情報は今入っていません。今後ですね、4例ですけれども、これが増えてくるのかどうか注視をしていきたいと思います。そしてこういったものが全国的にもそうですけれども増えてくる可能性があります。これが大きく感染が増えてきたとなれば、適切な情報の発信、公表、そしてまた留意、注意との関係を流していきたいと思います。他に質問は、料理慎吾さん。読売新聞の山本です。項目外で2点ほど質問させていただきますが、まず1点目に、マシンとか通信の方も、感染の広がり見せているということですけれども、コロナについてもですね、全国的な感染の傾向を見ると、尾身茂会長とか尾身さんとかも、ちょっと増えてきて、第9波の
入り口になってきてるんじゃないかみたいな、そういった話もありますけれども、今現在の機能の状況ですね、それをどうご覧になっているか教えていただけますか。まずこれ定点観測していまして、直近の数字でいくと 4.33 になります。前週が 3.33 でしたから約 1.3 倍に増えているということになります。またこの間見ましても大体 1.2 倍から 1.3 倍増えているという状況です。毎週この定点観測になった時は 1.79 でしたから、今 4.33 で約 2.4 倍になっています。状況とすれば徐々にですけれども増加傾向になるということは間違いないというふうに思っています。今後この急激に拡大するのを注視をしていきたいと思いますし、また感染拡大してからでは遅いですから、今の間にすべきこととして、高齢者施設、とりわけリスクの高い方、高齢者施設における医療、一個一個の高齢者施設がきちんと医療連携できているのか、ワクチン接種体制が整っているのか、あるいはもしコロナ陽性者が出たときにどう対応するのかの、事前のシミュレーション、これはこの3つについてどこまできちんと対応できているのか、それを詰めていくということになります。現状ですけれども、6月13日時点で3800の高齢者施設、大阪港が一番全国の高齢者施設が多いわけですけれども、この3800の高齢者施設すべてに対して、動画で確認もいたしまして、全施設の確認済みです。その中で、先ほど申し上げた3点、すべての項目が確保できているのが 95% になりました。また、医療機関との連携も確保できているということについては 98% です。3800施設、3786施設が、この医療機関との連携も確保できているというような回答です。今後もですね、高齢者のワクチンというのが始まって、コロナのワクチン、高齢者のリスクの高い方のワクチンが始まっておりますので、特にとりわけ施設にいらっしゃる方をお守りするということについては、この大きな波が来る前にしっかりと対応していきたいと思います。ありがとうございます。もう一点なんですけれども、本日ですね、コロナに関連して、ワクチン接種ですとか、コロナの関連事業でですね、課題請求をしていたということで、近畿日本通りしてもですね、支店長ですとかが逮捕されたという事態になりました。で、聞き及ぶところでは、逮捕容疑は東大阪市の事業での不正受給詐欺ということなんですけれども、この支店については、大阪府ともやり取りをして、やり取りをしていた視点だったと、そういうふうに理解をしております。現状ですね、この支店長の逮捕にまで至ったことについての受け止めとですね、また府として捜査への協力状況といいますか、その点について教えていただけますでしょうか。はい、これについては税金ですから厳正に対処していかなければならないと思っていますし、厳正に対処していきます。案件、東大阪市の案件ということで、直接の府の事業では ありませんけれども、でもこれは当然税で行われていることですから許されることではないという府県において厳正に対処される、対処していくことに対処されるだというふうに思っていますし、大阪府としても当然これは警察の捜査には積極的に協力をしていきます。大阪府で調査して、かなりの請求があることについては5月末に全額支払いを受けています。今警察の容疑は直接情報は入っていませんけれども、警察には当然協力していきます。ありがとうございました。何ご質問は。ABCさん。ABC の宮本です。先ほどお話にもありました通り、18日ですかね、大阪府予告地震からまだ5年を迎えるということで、もう丸5年が経つ洪水での今の受け止めとですね、また改めてにもなりますが、府民の国にとって、この5年を機に自然災害にどのように備えていったらいいのか、またその意識づけについて教えてください。
もう5年が経ちますけれども、これは通勤通学途中にですね、大きな地震が発生をいたしました。地震がいつ発生するか分かりませんので、いつ発生するしたとしても、この自分だったらどうするかという、ぜひシミュレーションを府民の皆さんにはお願いをしたいと思います。とりわけ防災マップ、ハザードマップが非常にここは重要にもなってきますので、ハザードマップでもそのリスクの確認をお願いしたいということと、それに対する備えをお願いしたいと思います。いつひょっとしたら今この瞬間発生するかもしれないし、明日発生するかもしれません。災害がいつ起きるか分かりませんが、備えは今できますから、ぜひですね、国民の皆さんにとは地震に対して対する備え、いざという時のリスクをハザードマップで確認をして、そして地震が起きたらどう対応するのかという、ぜひシミュレーションをお願いしたいと思います。もちろんこれまで大阪府市町村も災害に強い町づくりということで、国別支線においてブロック塀を強化するだとか、いろんなこの対策を取ってきたわけでありますし、とりわけ南海トラフ巨大地震がいつ起きるかわからないという状況です。これは非常に被害が大きくなりますので、防潮堤の強化、大阪も大阪市も協力してこの10年間進めてきたところでもあります。このすごくハードな部分を大阪府市町村国に協力して進めていくのは当然ですので、これをやっていきます。合わせて災害対策に非常に重要なのは、ソフトの部分、地震が起きた時に適切な行動を取る、災害が起きた時に適切な行動を取ることによって被害を大きく軽減しますので、ぜひもし大きな地震、大きな災害が起きたら我が家はどうするかということのシミュレーションを、事前の備えをお願いいたします。次のご質問は大阪日新聞さん。大阪日新聞の木下です。まず風疹のところでお聞きします。44歳から61歳の抗体検査を受けた陽性診療事業ということがありますけれども、例えば抗体検査を省いて予防接種を受けるということをするというのはあまり良くないと思うんでしょうか。良くないというか、抗体があるんであれば予防接種をする必要はありませんので、まずはその抗体検査がありますから、そこをやっていただきたいと思います。あと、IR についてお伺いします。一部の経済界からですね、IR の収益構造に関して、カジノに対しつけていくんじゃないかとかですね、その以外の部分で、やっていくんじゃないかとか、記者会見とかの見かけとか、お聞きにしたりするんですけれども、それで実施協定がありますけれども、この中でですね、そういった意見を踏まえてですね、カジノ収益が割合全体の8割という計算だと思うんですけど、この辺を見直していかれるとかですね、お考えあるのかどうか、国交省の方からのですね、条件の中にも一つの推計の追加指定の設置だというのがありますけれども、そういったことも踏まえて、その実施協定に向けて、IR 事業者とそのあたりもう一回詰め直すというのを考えられますでしょうか。実施協定、そして契約内容については、もうまさにこの IR 事業者と詳細を詰めた上で、そして実行をしていくということになります。で、実施協定に入れるかどうかはちょっと別にしてですね、やはりカジノ部門以外で、ノンゲーミングのところの売り上げを増やしていくというのは、やはり目指すべき方向だと思いますので、その後の、実際の改良も含めて、その後も含めて、ここは指摘もできるところですし、取り組んでいくべきだというふうに思います。つまり実施協定自体はそのものは変えないけれども、そういったのを改めて組み合っていた、実施協定については今の大阪市と、そして事業者と詰めていきますので、詳細はしっかり詰めていきたいというふうに思います。何か今の段階でここをこうするというのは言うものではないだろうというふうに思います。ただその大きな長い目で見たとき、大きな目で見たときは、やはりノンゲーミングの部分を増やしていく、そしてまたそこに新たな投資もしてもらいながら、より多くの人が
触る、楽しめる、そういったアイデアを目指していくというふうに思っています。例えば横浜の場合はですね、検証報告が出ているんですけれども、当初見つこんでたですね、周期のですね、下振れリスクというのがあるときってですね、いろんなリスクに繋がったりとかというのがありました。それとあと、その中にはですね、オンライン化での代表とか、あるいはギャンブル依存症対策でかかっているので、海外の提示とかあったんですけど、そういったことを含まずなので、そういったことも含めるとさらに下がるというのがあったんですけど、検証していく、事業者とですね、作成時点から検証していくというようなことが考えられますでしょうか。もうすでにこれは民設民営である事業で、そして民間で1兆円の投資をするという大規模事業になります。ですのでそういったシミュレーションについてはもうすでにした上でこの投資をするという判断がされているということです。シミュレーション時点からですね、だいぶ新たな要素が出てきていると思います。その段階も含めですね、新型コロナ、それから個人事業者自体の収益構造というのかということなんですけど、その辺はいかがでしょうか。もうこれ民間事業者において1兆円の投資をするというのはこれは大きなことです。そしてここは事業そのものに投資をするということで、その半分はこの日本の金融機関も事業審査をしています。そして、もしいろんなさまざまなシミュレーションをして、これは投資として適切だという判断をしているわけなので、市の方が年収の考えで同行するというのではない、政治な流程としている結果です。こちらは素人を生む部分ではないんですけど、大阪府、大阪市として、そこをさらに詰めていかれるっていう。大阪府、大阪市が1兆円の投資を直接するわけではなくてですね、この事業の構造そのものが、当然きちんとしたルールや法律、規制、そういったものをきちんと作って、そして適正に行われていくことが必要です。そして大阪市はとりわけ土地地主になりますから、土地を賃貸するという事業になります。大阪市や大阪府が直接何か経営リスクに関与したり、あるいはそれを保証したりというものではありませんので、そこは当然民間のよりシビア厳格にそういったシミュレーションして判断していくということになります。大阪市の方ではですね、入試業の土地に対してですね、約790億というものをやるんです。一般会計ではなくてですね、こういう事業会計というのは特別会計のところでやるわけですけれども、資産を発行するという意味では、大阪市の借金というのは変わらないと思います。そういう意味では、リスクも出ると思うんですけど、そのあたりはいかがでしょうか。これはIR であろうと、そこに地主としてきちんとした土地を造成して賃貸をする、そしてそれはあくまで港営事業として賃料から回収する、そういった計画を立てて大阪市として適切に進めていっているものだというふうに考えています。以前もちょっと聞きましたけど、賃料回収というのですけども、IR事業者の方で撤退情報というのがたくさんありまして、そのいずれかに出れば撤退するという可能性があるので、そのあたりのリスクはどのようにさまざまな条件やさまざまなことをお互いリスクを想定しながら定めていくのが契約である実施協定だと思いますから、まさにそれが契約事項としてお互いと合意するものを定めていくということになると思います。ありがとうございます。次のご質問は関西テレビさん。関西テレビの井上です。万博の警備費に関して、昨日知事の囲みの中で知事は昨今の襲撃事件等を踏まえてですね、増額の可能性があるという考えを示されたと思いますが、それは350億円という額よりも増える可能性があるということですか。まだ現時点で金額がいくらというのが決まったものがあるわけではありません。一般論としてやはりそこ上がる可能性があると思います。そしてやっぱり警備、安全な万博を実現する必要があるだろうということです。一部報道では最大350億円ほどということが出ましたけども、理事会の中でこういった額っていうのは議論はありましたか。理事会の取りまとめは博覧会協会でやってますので、公表非公表も含めて博覧会協会の中では進めていくと
そしてまたその後記者会見もやっていると思いますので、身近な話のやり取りはそこに確認してもらったのが正確かなと思います。ありがとうございます。次ご質問は英語です。現場大臣の方です。熱中症予防に関しての質問なんですけれど、去年も起きてしまうのコロナがその時期に流行したせいで、救急搬送される際に結構現場が逼迫したと思うんですけれど、私は病院に寄稿していますので、去年とは状況が違ったので、その何か懸念されることなどはあるかお願いします。まずやはりリスクの高い方、この熱中症も高齢者の方がリスクが高いので、コロナもそうですけど熱中症もそうなので、やはり特にだけ住居にいらっしゃる方はこのエアコンの使用をお願いをしたいと思います。室内で熱中症でお亡くなられた方、9割がエアコンをそもそも使ってなかったという方です。ですのでぜひですね、エアコンを積極的に活用して、そして熱中症の特に取れば暑い日が予防していただけたらと思っております。ただもちろん意識障害があったり水を自分で飲めないというような時はもうためらずに救急車を呼んでもらえたらと思います。コロナの流行期、激増するとどうしても救急搬送、救急は逼迫することになると思いますけれども、その時もそうですけれども、適切なコロナに対する呼びかけも、熱中症に対する呼びかけ、情報提供も、適切に行うことで、なんとかそこについては適切な対応が取れるように、国の皆さんが適切な対応を取れるように、しっかり対応していきたいと思います。次にご質問は、MBSさん。すみません、毎日放送の太です。先ほど話題に上がった近畿日本ツーリストさんの件について、先ほど負の部分は5月末に支払いが終わっているとのことでしたけど、この金額というの、全額というのは4880万円全額のことになるんでしょうか。はい、その全額のことになります。ありがとうございます。次ご質問はよろしいでしょうか。それでは記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。 Oh, boy.